最近マスクにこだわってみました、はい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 、テリーさんからいただきました、ね、これ、はいはいはいね、なんかねやっぱりね、うん、こういう時はねあのフェイスガードとかってあるんですけども、うん、ああいうのってやっぱりちょっと苦手ですよね、うんうん、なんかね前も言ったけどもあれなんかあの韓国のファーストフードみたいなのなぜかこの住宅公開の、はい、まだやってますよ、すごいよね、多分これが公開になってる頃はって言っちゃうのもあれだけども、うん、もうあれですよ日本工業市場のついに金字塔に、うんなってんのかな。もうなってますね。なってますね。ね多分なってるとだけでしょ。鬼滅の刃見に行きましたよ。うん、いやどう劇場ってさなんかだから、うん、ものすごく混んでて、うん、その各劇場それでどこで見るかとか、うん、何時の回見るかで、うん、客層も違うし、うん、結構勝負な感じだっていうこととかも聞いたんだけど、うん、どんな感じだった？あのね俺が行ったのは、うん、大泉ですね。混んでもう一箇所しかないんだけども、うんうん、ある。多かったやっぱり。多かった。だってこれ見に行った時点でもうすでに興行収入がもう200何十億いってた時点で、うん、それでまだ日曜まあ日曜日っていうのもあるけども、うん、日曜日の昼間でもうほぼ7割か8割ぐらい、うん、しかも親子連れが多いやっぱり、うん、やっぱみんな喜んでる、ね、うん、やっぱもともとジャンプ原作っていうところと、うんうん、あとまあちょうどこれが公開する前が、うん、コロナの、コロナ禍で、うん、そうだよね、で、うん、ほら、子供たちがテレビで見てるでしょ、うん、シリーズをさ、ずっと、うん、で、Amazon プライムとかさ、そう、ネットフリックスとかで、ね、うん、そうそう、配信で入ってるっていうのがやっぱ大きかったんだろうっていうのもあるし、うんうん、で当然大手のキー局で、うん、一挙放送とかやったりとか、うんうん、とにかくお膳立てがあったから、うん、もうただやっぱり面白いですよ映画自体は、うんうん、映画の力だ ね特にみんな言ってるけどもやっぱこの今回のキーキャラクターになる煉獄さん煉獄さんってみんな言ってるね、この煉獄さんがかっこいいですよ、うん、とにかくかっこよくてなんかちょっと濃いんだけども頼りがいがあって、うん、でしかも話が結構何重にもなってて、うん、まあ、この無限列車っていうのが、どういう列車かっていうと、うん、まあ、鬼が住んでる列車で、その鬼っていうのが結局人間の夢を操る鬼なんですよ。うん、で、そこでこの主人公の炭治郎とかその仲間たちがやられて、どうなるのかっていうところで、うん、そこら辺のハラハラとか、うん、あとクライマックスの無限列車でのアクション。うん、で、それが終わった後に、またもう一つ、ちょっと大きな展開があったりとか、うん、というか飽きさせない点が2時間は本当にそうか、うん、2時間って子供が見るのには長いよね。ちょっと長いけども、ね、ちゃんともうすごい展開が細かく分かれて、うん、で途中ギャグとかも挟んであって、うん、というか飽きさせない映画、うん、だからすごい腐す人も多いかもしれないけども、うん、アニメーションのエンターテインメント劇場版としての晴れの場として、うんうん、何ら間違ったことしない映画だからこれは本当に見てて楽しかったですよ。そう私結局そう、うん、どんなタイミングで見に行こうかと思って未だにいた、うん、行けずっていう。だから映画業界の人間だとどうしてもうん、まあ別に腐してるわけじゃないけど、うん、アニメーションだからって気にしてるけども、うん、もうだからやっぱりだってあれですよ言っちゃうあれだけども、うん、ドリーさん、うん、男も結構ギリギリまで見なかったけども、うんまあ、普段は、俺はアニメファンの兄貴だとか言ってる兄貴は、こういうところ見ないから。うん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 、で、もう、ギリギリになって、結局、だってあの男、話してて、で、配信型とか100億以上稼いだ映画、何見てないって、うん、見てない、全部見てるんですよ。うん。うん、じゃあ、これ見てないとやばいだろっていうことで、もう慌てていったくらいですから。うん、そうか、うん、そのドリーさんもガツンって感じだったんですね。そう、うん。やっぱり面白いって。うん。うん、だから、面白いのは面白いんだけども、うん、ただ、これが、じゃあ、まあ、千と千尋は千と千尋で、なんか、うん、あれも300億いったっていうのは、ちょっと、いろいろ考えるところあるんですけども、うん、だからやっぱり、これがそこまで大ヒットしたっていうのは、まあ、さっきも言った通り、細かい条件はあるだろうけども、うん、やっぱりこういうご時世だからっていうのが大きいのかなっていう。うん、大きいよね。絶対これをだって、そんだけヒットするって、予想した人間は多分、業界内にもいないし、うん、多分、制作した人間の中でもそこまで行くとは思ってなかったでしょ、うんうんうん、そう入るよとか当たるよって話はねもう直前になってから、うん、もうどん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 そういう、ね、こう盛り上がってきたけども、うん、まあ正直言っちゃってこれぐらいのレベルで、うん、だいたい劇場の作品だと、うん、まあ
大体、まあ、言って50億とか60億。うん、まあ、普通だと、だって新アニメ系の作品って大体、まあ、劇場公開しても30億か40億ぐらいじゃないですか。そこまで行くなんて誰も予想できなかったと思いますよ。ね、まあ、うん、ね、子供メインで大人が来る、うん、で、リピーターがいるんだよね。うんうん、はいはい。でも、私、やっぱりすごいなと思うのは、これでさ、子供たちがさ、映画館を体験したっていうことが、なんかすごく、うんうん。そうですよね。うん。だから本当に映画に行こうキャンペーンなんていうのをやってるけども、うん、あの本当にここまで家族連れとか子供が映画館に行くっていうのは本当にないですもんね、うん、今、うん、でまあこれもそうなんですけど、もう一個またちょっとこれも、はいはい、これも10 これも今更っていう感じなんですよ、うん、魔女見習いを探して、うんうんうん、これ見たかったんだ、これ見たかったんですよ、うんうん、これはもう本当にあの、うん、お邪魔しようとに見たアニメがあるじゃないですか、うん、はい、あの2000年1999年2000年ぐらいか、うん、に放映開始して4年間、うん、あの日曜日の朝にやってた、うん、まあ、保証所ものアニメ、うん、でこれが要は20周年だっていうことで20周年記念の企画として公開された映画なんですけども、うん、あのお茶まじドロミの何がすごいかっていうと、うん、基本的に魔法保証所ものなんだけども、うん、あの事件が魔法で解決しないっていう、うん、あのすんごい、うん、あの子供たちの当時リアルな問題、例えば学級崩壊とか、うん、引きこもりとか、うん、あとそういったうん、本当になんか当時の、まあ、今でもそうなんですけど、うん、子供たちのリアルな問題を、うん、まあ、この主人公のドレミたちが解決して行ったり行かなかったり、うん、でその時の過程として、まあ、魔法があくまで補助的なもんであって、うん、やっぱりあの本人の努力とかいろんなもんで解決していくっていう、うん、すごいあの、まあ、言ってしまえば中学生日記とか、うん、ああいった感じの魔法少女版っていう、うん、でそういう流れ、そういうドラマなんで、うん、結構やっぱ今でも、うん、結構子供たちも、ね、そうだし、うん、結構当時見た大人たちも今でもやっぱこれは素晴らしいって思ってる人が多いんで、うん、でこれが劇場公開されて、うん、当然魔女見習い主人公だと思うじゃないですか、うん、じゃないんですよ、このタイトルはさ、魔女見習いを探してるよ、そうそう、あの要はどういうことかっていうと、うん、これお茶魔女ドレミの世界じゃないんですよ、うん、お茶魔女ドレミが放映されてた世界、放映された世界で、ここの下にいるこのこの3人の女性いるじゃないですか。うん、要は、お邪魔女ドレミを見て育った世代、うん。で、子供の頃にビデオで、追体験した世代、うん。そういう人たちなんですよ。うん、で、それがお邪魔女が好きになって、うん、要は、お邪魔女の聖地巡礼っていうか、うん、あの、お邪魔女のモデルになった場所はここですよっていうところを回ってるんですよ。うん、で、この3人が3人ともまた、個人的な問題をいろいろ抱えてて、うん、大人なのね、もうね、そうそう、あの女の子ではないわけ ね、うん、ね、もう大体二十歳前後ぐらいなんで、二十、うんうん、歳前後と、まあ、争もいるんですけども、うん、例えば会社 あのパワハラに悩んでる、うん、で、あの学校の先生を目指してんだけども、うん、今例えばなんかなんだろうな、あの注意障害っていうか、あの子供いるじゃないですか、そういう子の扱いに悩んで、うん、自分は向いてないのかって思ってる人、うん、あと画家を目指してんだけども、うん、結局、浪人中に、なんか変な彼氏に捕まっちゃって、うん、それで、なんか、金ばっかりせびられて、うん。なんかすごいリアルだね。そうそう。そういう3人が集まって、うん、で、魔女見習いの、要は、そういう趣味が一緒だっていうことで、うん、お邪魔女の聖地をいろいろと巡る旅に出るんですよ。うん、で、それをしながら、うん、自分たちの悩みっていうものに向き合って、うんうんうん、で、どうやって解決すべきかっていうのを、手探りで探していくっていう、そういう話なんですよ。で、その彼女らに関わる人物もまた、例えば今の悩みで言うと、うん、今、例えばネットの、例えば SNS なんかの結構、うん、炎上問題とかあるじゃないですか、うん、そういうのを抱えてる人間とかが出てきて、うん、そういうのとどうやって向き合うかっていう、うん、だから、真面目なのを探してって言っても、本当に、この子たちじゃなくてこっちが主人公で、ってことはさ、うん、その子供向けのアニメーションっていうほらイメージじゃない、うん、そのビジュアルとかもだからそうじゃなくて、うん、もうなんか、うん、大人向けっていうのを、うん、なんていうの、うんうん、かつて の、 その、まさにだからその20周年だから、うん、例えばお邪魔女とか見てたっていう世代、うん、大体まあ25からアラサーぐらいの世代になるじゃないですか、そういったたお邪魔状を卒業した大人たちに向けた映画なんですよ、うんうん、なんかそれアピールっていうかこうした方がいいよね、だったら、ね、そうそう、そしたら見たいっていう、うん、私たちの映画だっていう子たちがいっぱいいるわけじゃん、うん、そうですよ、
だから本当にお邪魔状見て育った世代が、うん、今例えば、うん、どういった悩みを抱えてるかっていうところの、うんうんうん、そういうのを描いてて、うん、本当に地味だけども面白い映画だった、うん、ちょっと行ってきます、うん、リアル世代じゃないけどなんかすごく、そうそう、うんうん、お邪魔状の悩みを見てからっていうと4年分200話ぐらいあるからぐらいあるんですけども、うん、ただやっぱちょっとお邪魔状一回勉強してから見ていくとよくわかるんですよ、うんうん、本当にそういったお邪魔状に関するちょっと小ネタとかもいっぱいあって、うん、ファンムービーって言ったらなんだけども、うんうん、これはじゃあちょっと要チェックです、ね、ただね、うん、これまあこれもドリーさんと一緒に見に行ったんだけども、うん、これってなんか見たことあるよねって例えが、うん、2人揃って、うん、エルム街ナグのリアルナイトメアだったっていうそこに来るのかまあそういうことですね。余計ちょっと、まあうん、ただ俺はもう本当に今年のベスト10に入れてもいいぐらい俺は大好きな映画です、うん、というわけでなんかすごい古い理由のお二人でいえいえなんか半分以上ちょっと費やしてしまって申し訳ないけど、はい、今回の本題は、はい、本題はこれだ、燃えよデブゴン、ドニーエンのデブゴンだ、ドニーだってちょっと前まで一歩前やってたんですよ、体重増加してみたいな、うん、刑事なんですよ、はいはいはい、ドニーエンが、うん、すごく、まあ、腕はいい、うん、はい、で動ける、うん、で運動神経も、まあ、当然ドニーエンですからね、ドニーエンですから、うん、だけども毎回毎回事件は解決するんだけども、うん、それに伴う被害とか、あ、その怪我人とかっていうのがもう数限りないみたいなだからその警察の問題事件もあって、うん、で、まあ、またまたその、銀行強盗事件絡みで、うん、大アクションっていうかその、大きな立ち回りをしてそっちも絡めてそのみんなを怪我させたりとか、はいはいはい、膨大な被害を与えてしまって、うん、それで左遷されてしまう、うん、で彼にはそのあまり売れてない女優さん の、うん、婚約者、恋人がいるんだけれども、うん、その結婚式のための写真の撮影とか衣装選びとか、うん、そういうこともその事件絡みで、うん、そのとんずらしちゃってっていうか間に合わなくて、で結局別れることになって、で彼は左遷されちゃったし、その後ちょっと事故って、で車椅子の生活にしばらくなって、でいろんなストレスで食べまくって体重が倍くらいになっちゃうんですよ。でデブゴンになってしまって、それでその証拠品の管理部門かなんかで、その毎日そのジャンクフード食べながらその仕事をしてる、そこにその東京にその香港で捕まったその日本人の容疑者を護送するという任務がなぜか彼にやってくるわけで、まあうまくその送って、それで戻ってきたら昇進だよとかって昔の仲間に言われて、なんか陰謀の匂いがする、うん、ところが東京で大変な目にっていう、はいはい、なんか聞いたような話じゃない、ね、なんかブラックレインみたいなブラックレインでもあるし、うん、なんだろうな、もうそのドニーエンがこんなもう肉襦袢っていうか、もういろんなものつけてこんな大きくなって、動くんだよ ね、 ね、飛ぶんだよ ね、 だって、ね、だってさっきも言ったけども、うん、だってドニーエンって言ったら最近だとイップマンじゃないですか、そう、イップマンですよ、スイスの塊みたいなイップマンがこういうデブゴンですよ、デブになってるっていう、ね、でね、かつてのデブゴンにこうマージュ捧げつつ、で、そのいつか見たっていうか昔そうだ見た香港映画、70年代とか80年代のあの香港映画の匂いなのよ、もう本当に、だってさ、監督がさ、谷垣さんとか、谷垣さんだからねもうね、ツボがもうこう何、ありとあらゆる香港映画のツボにこう入ってて、ああもうずっとしばらくその見ることができなかった、あの香港映画だよね、あの匂いだよねっていう、はいはい、で歌舞伎町の大セット作って、そこで大暴れとか、あと、そう、東京の警察全く役に立たなくてね。で、その担当の部署、警察がさ、麻布署なの。ね、で、麻布署ってさ、もう今建物、六本木ないんだけど、そうですね、昔は六本木っていうと、どうしても、あれですね、駅からヒルズ行くときに、通ってましたけども、うん、で、あの建物が出てくるし、あとまだ歌舞伎町のセットもそうだし、あとまだ開店してる頃の東急東横店だったりとかっていう、本当ちょっと前なんだけども、だけどもう今なくなってしまった東京の風景とかが入ってて、なんかこういろんな意味で懐かしかったり嬉しかったりっていう、よくね、最近特にあれですよ、サブスクなんかで、昔の結構映画邦画とかの、流すことが多くなって、やっぱそうすると
やっぱ一番目につくのが、うん、駅とかそこじゃなくて当時のやっぱ東京の風景とかそういうのですね。そう、うん、そうなんだよね。だからほんの 2,3 年の間になくなってしまったもの、そうそうそう、風景変わってしまったものっていうのが、うん、なんかすごくいい感じでこう凝縮されてて、はいはいはい、でクライマックスはこれですよ、東京タワー、あー、東京タワーの上で、うん、そう、大格闘っていうね、はいはいはい、うん、いやこれではこれでは見たかったのはっていう感じで、うん、あのデブゴンっていうちょっとキーワードもまただからや80年代サムハンのね、ブームでね、そうそうそう、うん、当然ジャッキー、ユンピョー、うん、そしてサムハンっていう、そう、その流れ分かってる人間にとってやっぱりちょっとキーワードだし、もともと本当にこれって正式のあれなんですかね、でも、うん、Enter the Fat Dragon っていうさ、はいはいはい、Enter the Dragon だよ、うん。まあ谷垣さんだし、多分やっぱりあのそういうところ意識してるのは当然あれだろうし。ううん、でまあ東京ミッションってあの、はいはい、ついてるんだけれども、うんうん、いやこれはね、うん、ほらゾンビもさ1日元旦公開だったじゃん。うん、はいはいはい、で元旦にやっぱゾンビと、うん、ゾンビ見るんだったらデブゴンもやっぱり一緒にさ、そうそうっていう。うん、ね、しかもどっちも香港が絡んでるっていうね。そう。で香港についても今ほらいろいろあってさ、うん、なんか思うところあるんだよね、うん、見ててね、うんうん、やっぱこういうだから、うん、なんかそういう時にこういうなんかもう昔懐かしいっていうか、うん、もう、うん、なんかね香港映画を見れるっていうのはちょっとね、なんかね本当に、うん、ああ、なんか本当にもうあの頭の先から尻尾の先まであの、うん、香港映画っていうんで、うん、いやもう本当に こいつらの顔見てくださいよ、うん、本当にもうなんかいい感じでちょっとね、竹中直人のダメ刑事、うん、悪いやつみたいなさ、うん、とかね、本当にあの、うんうん、いろんな意味で、うんうん、闇なべ状態な感じも素敵な映画なので、はいはいはい、ぜひ、ねね、これこそ映画館で見てほしいと思います。はい、うん、というわけで、1月1日、はい、もう公開ですかね。公開ですね。アップタッチ的に、はい。ぜひ映画館で、はい、デブゴン、見てください。